イドルのスピンドイエーイ。7月14日配信日です。ではいきます。私たちアラフォーアイドルシャインフォーエバーです。シャキーン。この笑顔無敵リーダーチョコです。ミステリアスのジュリアです。あれいいよ。人見知りゼロアンジュです。いくつになっても妹竹ゆうです。お気楽担当のジュリーです。夏もセクシーですルナです。癒し系担当リーです。はい、今日のテーマは3、はい、夏が来れば思い出す。あー、よかったよかった。できたね。はい、夏の思い出、はい、来週ぐらいから夏休みですね。学校はね、うん、私たちね、夏休みはありません。ない、ない、ね、毎年思うね、これ本当に朝昼晩ご飯大変。そうだよ。本当に給食のありがたい。本当に給食ありがたいです。ごめんなさい、夏の休みの思い出。夏休みになっちゃったね。夏の思い出、いいですよ。私はね、小学校6年生の時に、前も話したかな、これってもしかしてキャンプに行ったの。なんか話したね。あ、本当に。なんかルナと一緒にいた時、あの5、6人でね、岐阜県の八頭町にね、山2つぐらい越えてるの、そこを小学生だけで名鉄電車とバスを乗り継いで行って、テントに寝て、ご飯作って、本格的な川に行って、泳いだりとかしてすっごい楽しかったの。それがもう夏休みといえばもう何十年も前なんだけど、それを一番思い出す。すごい楽しかった。あれはね、本当に思い出だから子供にもやらせたいなっていうのは思うんだけどね。なかなか今ってそういう機会が危ないから、お母さんたち出さなかったりもするし、なかなかできないんだけど、お母さんたちがなんか心配するのは分かるんだけど、行かせてみたら絶対できるから、影でこうコソコソってついてたりして、なんか思い切って行かせてみるといいんじゃないでしょうか。はい、私は育ったのが岐阜の田舎だったので、夏といえば雷。おー、近いんだよね、しかもね。そう、夕方もう夕立ちが来て、それから雷がゴロゴロってすっごい、あのもう四方八方一番近いと四方に立ってすごい響くよね。ダーンって落ちて、でそれが2時間ぐらい続くから、楽しみにしてるアニメとか見えないの。停電しちゃいけないから。そう、停電もあって、雷ってすっごい怖いの今でも、なんだけど名古屋の人って雷が来てもあ鳴ってても平気で傘さして外歩いてるから、すっごい不思議で。あ、じゃあそういう時どうするの。私は出ない外。だってお仕事で帰ってきたりとかする時もあるじゃない。やり過ごす。あ、やり過ごす。どっかで待ってる。しゃがみ込んじゃったりとか、キャーとかって言っちゃうから、ちょっと目立っちゃう。かわいいね。なるほどね。意外じゃないか。アイドルね。ジュリも怖いもんね。あったね。ね、自然ってね、だからよくあの自然ってのはちょっと思い出さない。熱く当たっとるぞ。亡くなったりする人いるでしょ。忘れてるの、自然が怖いってこと。そうね。怖いんですよ。確かに。怖いね。私も名古屋で育ってるんですけど、昔は、おばあちゃんっていうか岐阜の田舎だったので。みんな岐阜なんだね。岐阜だから岐阜の人に悪い人いないってずっと思ってるんですけど、余談で。親の兄弟が多かったので、いとこがたくさんいて、それの集まるのがすごく楽しみで、田舎だからそれこそホタルとか、あとやっぱもう山に囲まれてるから真っ暗なんですよ。だから車でちょっとドライブって言って、子供おばさんたちが乗せてくれて、その道中電気を消して真っ暗な中肝試しの話をするのが、いやーとか言ってすごい怖かったけど、今となってはいい思い出、ね。小学校の頃に体操クラブ全体で、夏はキャンプ、冬はスキーとか、でキャンプに一度参加してみて、でその時雨がザーザーの中のテントで、
もうなんか変な虫とかいっぱい出てきて、でもうテントも閉めて、でうまくすっきり寝れなくて、テントでするキャンプはもうトラウマっていうかなっちゃって、またその教あの体操教室とは別でなんか自然に触れ合おうみたいなので、なんかお泊まり、子供だけでお泊まりに行くっていうのに毎年参加してて、川に入ってマスつかみとか、そこはあのちゃんと民宿に泊まるのですごい快適でした。知ってる方は知ってるんですけど、私すごい方向音痴なだけではなく運動音痴なんですね。あれ、知らなかったな、そこ。すごい、踊れるのに、踊れるだけなの。いや、いいよ、踊れる。大丈夫、逆上がりができないし、飛び降りも飛べないし、自転車に乗れない。今も小学校の時に無理だったんだけど、私だけ小学校6年までどんなに先生が教えようとしても泳げなかったね。浮力がないんじゃない、細いから。浮力がない、脂肪がないから浮かないんじゃない。そうなの、そんなこと先生言ってくれなかったで、あの親も心配して、小学校6年の時にどんな子でも泳げるようにしてみせますっていう、あの水泳教室の中に入れたのね。で、本当に20メートル泳げるようになって、でもね、結構辛くて、その水泳教室が。で、ご飯を終わってから隣の中華料理屋さんで食べるのが楽しみで、必死に通って出ました。すごく印象にあるのもう一個あって、一に水着を着て、その上から、なんていうのかな、子供が着る夏のワンピースを着ていたのね。で、そういうことすると何を忘れるかっていうと、あ、パンツを忘れる。終わってから気がついたかって思って、でも中華料理は食べたいからちょっとなんかモードもスカスカな状態唐揚げとか食べました、はい、それ私のネタだったら面白かった。なんかセクシーかけてる。夏休みは父の実家は名古屋、母の実家が新潟だったんで、昔は新幹線で行くっていうのがまだなかったのかな、なんか7時間とか8時間電車に乗るか、それもリクライニングなんかないからね、普通の電車にこうやって直角な状態で乗るか、すごいな、7時間、父の運転する車で十何時間。そんなにも、だってさ、ちっちゃいからさ、ね、お手洗いは行きたいし、お腹はすくし、でも本当すごい一日仕事で行って、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行くみたいな。そうで、あの今あんまりないけど、矢倉組んで盆踊りとか、そう、お獅子に頭噛んでもらったりとか、噛んでもらう、なんか噛んでもらう、健康になるから、本当にあのなんか絵に描けるような夏休みを過ごさせてもらってたなと思って、また行きたいです、以上私ね、今ずっとみんなが喋ってるのにすっごい考えた、でもね、キャンプ行ったことないしね、テントとか泊まったことがなくて、お嬢様、いや違う、そういう、そんな感じ、そんな感じ、そういうしたことがないからいいなって思いながら聞いてて、私今からすごい嫌な女になると思う。何何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 最近の夏は、いいよ、もう全部カット、全部カットで海外旅行に行ってて、そう、最近はアジアビーチにハマってて、あの日本人がいないところ、ハワイとかグアムとかじゃなくて、もう全然いなくって、日本語が全く聞こえてこない、日本語は通じないところに最近行ってるのね。まあ、そこに行って、日本から本を持ってって、図書館で借りた本を何冊も持ってって、プールサイドで、あのお酒飲みながら本読み、時にはプールに入ったり海に入ったり、お昼寝したりして一日過ごすみたいな。すごい、芸能人のバカンスそのものだよね、セレブで。しないのが贅沢、それが一番だよね、頑張ってるからね、普段お仕事してね。そう、最近それが自分の中での楽しみ、夏の楽しみ。大人だね、大人だね、大人だね、羨ましいね。
皆さんは夏の思い出何でしょうか。リッチなのか、それともリッチじゃないのか。あ、なるほど、ちょっとそんなことない、どっちどっちもそういう意味で、そんなそんな意地悪いからごめん。はい、じゃあ告知に行きましょう、はい、来週土曜日ですね、7月22日、ワイワイテレビさん公開収録イベントに出させていただきます。イエーイ、はい、ナディアパーク2階アトリウムおよび7階のカフェの方で、トークショーというかトークイベントがあります。ライブが終わってから私たちはトークイベントに出させていただきます。そちらのカフェでは、ドリンク代が必要なんですけども、ナディアパークの2階でのライブは無料ですので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして7月28日は栄ベースでレギュラーライブもします。レギュラーライブでしか見れないこともたくさんありますので、ぜひぜひ皆さんベースにも遊びに来てくださいね。お願いします。お願いしま す。私たちアラフォーアイドルシャインフォーエバーでした。おしまい。またね。私たちのミラーが収録されております。コンピレーションアルバムがリリースされております。これはですね、とってもお得な CD で10組のアーティストさんが曲を提供してくださっております。その中に私たちのミラーも1曲入っているんですけども、この本体はなんと1000円なんですが、帯に栄ベースで使えるドリンク券が2枚ついてるんです。ホームページから購入できるように。あら、通販ができるんですか。はい、しときます。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。